仙台市の中心にある起点国道48号は宮城県仙台市青葉区から山形県山形市に至る一般国道である。山形県側が関山街道、宮城県側が作見街道と呼ばれる。仙台と山形を結ぶ歴史的な道路としては他に南周りの国道286号、今ではあまり使われない二口林道があり、 国道48号は3つの経路のうち最も北を通る。峠部は山形県、村山地方と宮城県を結ぶ道路の中では唯一、登機間閉鎖がなく、かつ無料で通行できる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。関山峠を越えて東西に通じる道は、古くから使われていた。 東半分は江戸時代に仙台藩領で仙台藩が江戸時代の初期に仙台から見た聖堂として整備し、桜見塾、熊金塾、愛子塾を置いた。また藩境付近に咲かした境目、板所、桜見塾に桜見番所を置いて警備の兵を置いた。通行はあったが、南斜の関山峠で運送に馬を用いることができず、運輸では、 南回りの笹谷街道の方が主であった。明治時代にこの街道は関山街道と呼ばれ、そのうち宮城県側が佐久並街道と呼ばれた。明治時代はじめに山形県令になった三島道常は土木建設を推し進め、関山街道の整備をその重点とした。街道整備の中で最大の事業は県境を通す関山トンネルの建設であった。 当初はあまりにも多額の建設費であったため政府に建設を却下されたが福島に視察にやってきた伊藤博文に直訴し現地を視察させた上でようやく工事が許可されることとなった1880年に帰港し途中火薬の爆発事故で多くの犠牲者を出しながら1882年11月3日に落成式を挙げた工事が終わると 関山街道は山形と仙台を結ぶ主要道となり、人と馬と馬車が行き交った。特に馬車による物資の大量輸送が可能となった効果は大きく横浜港から塩釜港まで汽船で運ばれた木船を関山峠を越えて運べるようになったことは最上川周運衰退の端緒となった。仙台駅まで東北本線が伸び、 山形にまだ敷かれていない1887年から1901年の時期が最盛期だったが、山形駅まで大本線が開通すると急激に衰退した。1920年4月1日に宮城県側の大町4丁目から山形県境までが宮城県道仙台と手岡線に指定された。同年に仙台と佐久温泉の間にバスが運行するようになった。 自動車交通が広まり始めたこの頃から、この道路は再び重要性を増し始めた。しかし、砂利道で、関山峠付近は道が曲がりくねり、県境を自動車で越えるには難しい道であった。1953年に県道から国道に昇格した。国は自動車交通量の増加に対応するために道路の整備を進め、1953年に、 湯田戸橋を架け替え、1954年には野川橋の代わりとなる熊が根橋を架けた。1963年から再び改築が始まり、1968年10月に今までのトンネルの北に新石山トンネルが開通したことで、両県を結ぶ自動車の往来が増え、トラックの通行が多くなった。また、仙台市郊外で住宅地が造成され、 通勤者の自動車で渋滞が深刻になったため、愛子バイパスと仙台西道路が作られた。また、前述にある通り、山形県を結ぶ幹線道路としての役割を果たしており大型車両の通行量も多いことから、最近では境愛部分や山間部での線形改良工事も断続的に行われており、2001年から熊が 根橋の改良工事が約4年にわたって行われたほか、作波地区においても改良工事が行われている。仙台市青葉区作波仙台市青葉区愛子地区。ありがとうございます。